上司ダイナのバッチリスでバイクコダウンとランプとオープン見ていきましょう。なんか今一瞬消えて出てきてなんか意味わからん。1本取ったのは今度1本2本目バイクスネーションに行くさあ右回転からきっちり本部に持っていって中段角をきっちりガード画面端スネーションに行く足をきっちり出してんだが本部にはいけなかった。遅すぎる。そしてここでフランスのノン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 ネーションいつもの椅子です。さあ椅子を置いてそろそろ楽しくしましょう。さあ戻ってこれなんかもうおう振り跳ね強いおかけの再開です。なのでどうせ一枚や正気遅い遅い決め直すのは椅子だろう。そろそろ行く。まずは走ってくるぞ。たまらずなんとか勝利を繰り返せ。どうする？飽きないな。さあいくらなんでしょう。ネーションいつも。広かネーションいつも。それは A スパからコード引けなかったが B 発展が刺さって勝つならこれにて終了でございます。続いて無駄肉さん。ダウンのワンファイトキーさあ見ていきましょう。さあ無駄にコーマが選んだのはフール。ナンゴはいつものハーフです。さあコーマ側はやっぱり何としても変わりない。だけど B 発展は強い。さあここで無駄にいつ構えるか。なんかこういうのにあった。裏をきっちりしているの。起きてね。今のは表かっこいい。そろそろまたきっちりガード見えているのか。柱んぼくずい状況なんとしても回復したいが、ここでバンカーで切り返す。さあここもしないが、ここでワンチャンがあるはランボだが、暴れ潰しは釣りできてなかったが、ゴールは無駄にコーマ2本目ファイト。さすがよフッ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  まだうまい。さあまず来たんで、なんとしても勝ちたい。せーの立ち絵投げ一本取り返すラウンド7や。最初ラウンドファイト。さあこの A 発展 B 発展が大間側はスカーセからなんとかスカーしていきたいが、これですこれですか。さあ最後はきっ
ここでコンボを見せてしまう。
このコンボミスが致命傷になってしまうのか。ここからは攻めていくのが、ここでバックになって何かを読んだか。試させませんのナイフ。うまい。だら。よっしゃ。ゲーム。一連安定コンボで取っていく無駄リグコーナー。ダラウンド。スリー。ゲージ横はお互いコンボ状況かな。足が当たってこれは痛い。飛ばす。もうはさせませんと波が両儀。今度はなんかちょっとかっこよかった。さあジェスボーか。これはいっぱい捕まえたらそれでもワンチャンスあるか。波が両儀は逃げて逃げて一気にジャンプ B からヒットバックに勝っていくのは波が両儀。これでしまいだ。加減はできない。ラウンド1ファイト。あーっと、あ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 っ
これでしまいだ。あのそういう関西人ネタやめていただいてよろしいですか。さて先ほど赤アキャを使っていた51ですが6段に上がってしまい5段に残っている。今度は7矢で3戦51の矢バーサス波矢良義お互い振る振る。これがいわゆる51シリーズ。この人がオールアイダーを持ってます。5段目にやりたくないですね。悪いね。ライチは9段勝利してるね。バカロ血が昇ったぞ。悪いね。クラブ潰し何も起こらない。全て期待はオリックスのダンスディーから。によってさあ5回なかなかいいダメージ詰めるぞ。なんだとすごいね今の。ジャーブリーはやっぱり強いですね。知らなこの組み合わせ超強いです。本当に東しっかり見てくださってる説。遅いさあ立ち回りなんとか最後落ちたか。眠い時間だけがこっちのことに続く。ここで噛み合った感じ。はいはいはい。さあまくっちゃあしゃがしヒット確認からダブルショールしっかり決めてくる。いちいち精度が高めて腹が立つ。2本目悪いね。さあ立ち回り落としてここはしゃがしクラブ通しだがラインが出ない。返していきたい波屋だが固めて遅い。シールドは出るものの何も起こらない。気がつけば画面端何も起こらない。待て待て位置を入れ替えて悪いね。さあご一度攻めるかというところですがジャンプのレアヒット待て待てからもしっかり拾って立ち回り戻す。シーラギンが本当に強い。うざいガードさしてサンフレ有利の2つで48点のコースめっちゃめちゃ強い。シールドだから待て待て安定でダメージを切り返していく。さあ手回りに戻るが美味しく噛み合う後ろからの壊しダブル昇竜4面近いダメージ。昇竜が置いてあるどういうゲームじゃねえから。有効化しやがれ。なんだこの音だったな。51のや続きましてラグちゃん。その首ダウンのワンファイト。さて、出てくるのはラグのフルシール。今度は何だよフレセンドスタイルに変更している。さあどういう立ち回りを見せるでしょうか。個人的にゴブをつけたいこの組み合わせ。まあハーブ痛くなってなんとも言えないですがハーブ使ってる体感ゴブ遅い。そこでさあまずはラグはトリガーを決めていくわ。立ち回りは落ちないジャンプシークリカー飛ばしてしまう。昇竜か EX 昇竜ゲージを吐いてダメージをもらって何もいいことがない EX 昇竜。諦めなさい。シャドウストップ難しいゲーだあれが結構見えづらい。元のはラグクロスシール2本目ファイト。さあ攻めたてるのは動いてもらえやフレセンコスタイルですがしゃがみっぱだが怪しい当たり方をしている。投げを抜いてやりますぬるく固めていくシールドを見せから飛んでいるが何も起こらない。しっかりと直側を取っているラグ。またロケット宇宙に向けてカット目51ロケットめっちゃお釣り痛いローゲージ5センチ近い。ここまでこれが見えないそろそろないやっと出たー終わりですか。はい怖いちょっと安いまだ知らない。さあここはどうするところですが昇竜拳で切り返して急降下したがみからギリギリやるができなくて愚かしい解放が枯れなくて投げは今度は飛んでいる。さあおっとわざと盛り上げてるけどそういうのいいから最初ラウンド下がりからきっちりヒット画面にしてリリーの上でしっかりと投げる。重なってる5番リレーのエリアルができている重なっている。甘えれないダウンを打つから受け身は変わらなくてこの機体がジャンプや神山がつながらない。噛み合っただけの壊し光一がここで連勝を重ねる。続きましてボクやんけ。
逃げるな。ラウンドワンファイト。そろそろ行く。そろそろ行く。飽きないな。これにて終了でございます。ニューウィー。